い、ちょっとこれ今緊急で動画撮っているんですけど、今日もワクワクでパルワールドやろうと思ってゲーム起動したら、またしてもデータ消えてた。前回と同じ、また1日分のデータ消えたと思って、でも大丈夫、バックアップ取ってるから大丈夫みたいなこと前回言いましたよね。なんと、バックアップしたデータを復元したところ、私の拠点がマップから消えた。どういうバグこれ、どこにも存在しない。でこれ何がやばいかというと、皆さん、これ本当に緊急事態なんです。まあ復元データがここまでしか戻せない、そしてここに拠点が存在しているのに拠点が立っているという扱いになっていない。つまり私はボックスが存在していないと同じ。一応ボックスは起動できるんですが、残念ながらここにボックスが立っていない扱いになっているので、このようにパルスフィアを捕まえるために投げるとモンスターに当たった瞬間ゲームがフリーズして落ちます。本当にこれ何百回ぐらい再起動してももう落ちます。済みました、完全に。まあでもだったらパルワールド新しいところ、パルのねこのボックスを新しいところにたければいいのかなと思ったんですけど、開始準備中とかいう意味わかんない画面出てきて何も立てられない。これパルボックスだけじゃない、他の何も立てられない。これ力の石像も立てられない。でなんかここ中途半端に破壊されちゃったから舗装しようかと思ったけど、もう木の何も立てられない。ゲコゲロ君の思い出、助けてください皆さん。どうすればいいんですか僕。もうこの汗と涙の結晶、ここのワールド終了、完全終了のお知らせなんだけど。はい、ということで、まあ、その完全終了する前に、まあ、一応ね育成して皆さんに動画で見せようと思ったやつがいっぱいいるんですよ。いっぱい育てるんですよ僕。ここにいるやつ全部50体配合してます。ジェットランの50体配合とかね見せたかったんですが、まあ見せたかったんですがっていうか見せます。はい、まあ多分おそらくこのデータはそのうち消えます。消える前に動画撮ります。で今回やっていくのは、まあね前回はこのクイーンビーナ、そしてその前がドンモップ、最強のねこのドンモップ艦隊とクイーンビーナ艦隊作ったんですけど、今回はこちらまさかのゴリレイジです。まあ、なんでこいつって思ったと思うんですけど、もうこんなん使ってるやついんのかって、そういうレベルの、まあ、旅に出てきたけど手持ちには入らないですよね。でこいつなんですが、なんと、まあ、パッシブを見てください。まず伝説脳筋屈強な肉体打点、まあ、打点は無属性のアップなんですけど、もう本当に戦闘するためだけに生まれてきたみたいなね、そういう金色スキルを詰め込んでいて、このゴリラウンドコンボっていう専用技もねなかなか強力なんですよ。で通常攻撃力が1230なんですけど、まあ、ここにパルブラスト無属性最強とも最強の技を持たせつつ、この自爆をね覚えさせたので、まあ、最終的にはタイプ1自爆で相手をしばくみたいな、そういう動きができたらいいんじゃないでしょうか。はい、で何がやばいかというと、まあ、一応ドンモップたちと違って守備は上がらないんだが、例えばこのミルフィこいつとウサギみたいなやつが無属性のパルの攻撃を上げるんですよ。でこいつもね本当は全部50体配合50体配合ってやって、じゃあ100体配合100体配合ってやって500体のミルフィー軍団捕まえて星4を揃えたかったんですが、これ以上パルを捕まえることができなくなったので、残念ながら星3止まりです。悔しすぎる、これ星4で揃えたかった。はい、そしたらゴリレイジの火力がなんと1820まで上がります。そしてこのミルカルビのチーズバーガーを一旦食べて 20% さらにアップさせます。で現在の火力が2184、もう遜色ないですね普通に。クイーンビーナたちと何も遜色ないところに、このゴリレイジのフルパワーゴリラモードいきますよ。え、これどんぐらいアップするって思います皆さん。100とか200とかそういうレベルじゃないですよ。いくぜ、フルパワーゴリラモード。これで攻撃力が上がって、なんと数値が4150、3000超えとかじゃなくても4000超えてて笑った。いやだからこれね、例えばこの伝説とかのところを屈強な肉体と打点か、ここの2つをさらに獰猛とあとなんだ粗暴とかそういうのに変えて、でなおかつミルフィーを全部星4にできたら5000も夢じゃないのかなっていう、そういうあれができるので、まあ、今回はねそんなロマン戦法ゴリラでいきましょうか。まあ果たして敵と戦ってこのサーバーが壊れないかどうか、ちょっとそこが心配なんですけど、一旦どうしようかな、なんかノーマルタイプで誰とでも戦えるんで、ボルカイザーとかと戦ってみるかちょっと絵面的に猿対決面白そうなんで、一旦ここから行ってみましょう。はい、すいません。そしたらボトルカイザーのところ行って猿対決しようかなと思ったんですけど、まあ、せっかくだったら動画で戦っていないやつ
ここにね、ルナクイーンがいたんですよ。俺これ全く気づかなかった、初見プレイの時。普通に配合限定モンスターかと思っていたら、ルナクイーンとここのビリビリ竜、この2体だけちょっとね、出会うことはできなかったといった感じで、戦いたいんだけど、あれか、闇属性か、こいつ。ちょ、タイプ相性不利だけど、いけるか、お前。それでもゴリラならやってくれる？とりあえず、はい、ゴリラモード入る。どんぐらいいける？これ半減になっちゃうのかな？まずはパワーボム。うおー、めっちゃ入る。パワーボムです、それ。パルブラスト打ったらどうなっちゃうんだよ、お前。ただ、あれよく70の技なんだね、遠距離。おー、ゴリランダーコンボ来たよ。いい火力。からの？からの？それじゃないんだよ、お前。俺なんかひるんでる。どこいた？どこいた？ゴリラ？ゴリラどこ行った、お前。ちょっと待って、戻ってこい、戻ってこい。行った、戻ってこい。地中深くに埋まってた。おい、フルパワーゴリラモード終わったんだけど。痛い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 。起きた！パルブラスト。はい。破壊光線最強タイプ1。まあ、これが、ちゃんとね、しっかりフルパワーゴリラモードの時に発動したら、まあ、かなり削ってくれるんじゃないかなと。いうことで、逆になんかあれか？クールタイム短い技を1個入れといた方がいいみたいな、そういう説あったんだけど、なんか変に回転率悪くなるから、ブリザードスパイクとかにして、とにかくパルブラストを打ってもらうようにするか。一つだけやればいいな、この CT 短いの。ゴリラウンドコンボかなりね、コスパいい技になってるんで。君のその火力だったら、しかもフルパワーゴリラモード、もうすぐ溜まりそうだし。あれするか、ホルスとか行ってみる。ホルスか、ボルゼックス。はい、そしたらアレックス&このガブリアスモドキやっていきたいんですけど、なんかね、またスタックしてゴリレーズ動かなくなったんだけど、今回はちゃんと動いてくれそう。サンチェがゼロ以外の時も動かなくなるの何なんだ本当に。おお、入る。ちょ、マジでこの野生の力解き放ってる時にパルブラストを打ってほしい。まあ、弱点がね、ないっていうのが本当にもったいないところだけど、逆に半減されないらしいんで、ノーマルタイプの攻撃ってどのやつに対しても当倍以上やっていける。なんかひたすらまとわりついてるけど。あ、来た、フルパワーゴリラモードギリ残ってるか。おお、かなり入るね。しかも屈強な肉体のおかげで防御もかなり高いんで。おお、ブリザードスパイクからのこれ弱点攻めていくか。このゴリアンドコンボとかをストーンブラストとかに変えたら、この戦闘中に技って変えられるのか。一回戻さないと無理か、さすがに。これでじゃあゴリラを、おお、すげえ、ストーンブラストになってる。怠慢で勝てるか、さすがにきつそうか。さすがにきつそう。おお、いや、いけるか。次のフルパワーゴリラモードがたまったらいけるぞ、お前。あんなアヌビスで一生懸命二人で攻撃したやつが、お前一人で行けてしまうのか。あー、痛そう痛そう痛そう。おーおーおーおおお、どうなってんだそれ。相手の足元を食い散らかしてる。ここでフルパワーゴリラモード。おい、相手つっかえてるから。おい、逆に最強かこれ。もうお前こんなん一番強いやん、お前それできるんだったらもう。おい、どうすんだそれ。ちょっと待って、ここ自爆するかお前。一旦自爆するか。ちょ、フルパワーゴリラモード終わっちゃうって。そしたら戻して、スタックしてるとこ悪いけど戻して、俺の可愛いミルフィーちゃんで。俺のミルフィー希少個体しかいないから、えげつない技いっぱい持ってるよ。さあもう一回いけ。自爆しねえから、自爆で。フルパワーゴリラモードの時、お、パルブラスター、頑張れ。うわー、打ち合ってる、熱い。そして俺はここでミルカルビを一口、さらにはオムレツまで食わしてあげる。やばい、軽傷ってなってる。おい、これ自爆フィニッシュあるか。自爆フィニッシュ、ワンチャン自爆フィニッシュあるぞ。来た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 。当てろよ、クルットルたちだって素早いから。全然ダメじゃねえかよお前。何してんだよ。いや、これフルパワーゴリラモード中に入れれたら面白いですね。はい。ということで、
え、あ、よかった出れなくなったかと思った。はい、ということで、まあ、今回はね、このゴリレイジ君が頑張ってくれたんですけど、これね、死んだ後に復活させるのめんどくさいって思うじゃないですか。って思ったけど、あれだ、すぐ蘇生できるなんか裏技みたいなのあるんですが、残念ながら俺の拠点はマップに表示されていないんで、帰れないと。はい。帰れないどころか？え？普通にその辺にすらワープできなくなった？いや、ワープはいける。これワープいけってもさ、あれなんだけど、俺の拠点高い場所になるから、いけないんですけど。移動要員ボックスの中なんで。こんな悲しいことある？もう二度と復活できないじゃん、このゴリレイジ。最後の輝きなんだけど。あ、で、ちょっと先に言っておくと、なんか干渉ゲージっていうやつを使ったらいけるんですよ。で、干渉ゲージは確かテクノロジーの17か18ぐらいで解放されるって聞いたんですが、なんかちょっと一緒に探してほしい、これ俺の見間違いなのか分からんけど、どんだけ探してもないんだよな、干渉ゲージ。この1から50の中にもし見つかったら教えてください、はい、もしかしたら俺の目がおかしいだけかもしれない。ただ10周ぐらい見直したけどないんだよな。なんでそんなことになってしまうの？それ特定の何かがないなんてことある？てか絶対ここなんだよな。え、皆さん多分15にありますよね。なんかここだけ1個欄が足りないんだけど、なんでなのこれ。ちょっとね、俺が本来使っていたデータを確認してみたところ、やっぱりこのホークウィンのサドルの右側にありました。なんでこんなピンポイントでないの？え？慣用ケージだけなくなるバグって何？もはや嫌がらせレベルなんだけど、そんなピンポイントでみたいな。ね、なんかよくよく見てみたら、意外とこの5個しか解放されていないところがあるので、他にもなんか解放されてないやつがありそう。え、例えばまだゲットしてないパルとかがいたら、こうやって未知のアイテムってなるんですよ。もうここに関しては項目すらないんで、なんか条件があるのか。いや、そんなはずないよ。はい、ということで、今回は俺のゴリレイジをもう一度ぐらい戦わせたいと思ったけど、復活させる手段がないので終わりです。悲しすぎる。ミルフィー、慰めてくれ俺は。ミルフィーかわいい、ミルフィーかわいい。いや、俺このさ、レジェンドのロケットランチャーとか作ってさ、前回出たね、このレジェンドの金属ヘルメとか、かなり頑張ったデータだったんですけど、このキャラも可愛くない？俺のキャラメイク、わりかし可愛いキャラできたと思っていたんですが、まあ、全ては無に帰してしまうと。本当に、あ、またバグったかと思ったけどバグってなかった。いやー、で、あと残っている戦闘用のやつは、もうゴリレイジとクイーンビーナとドンモップ以上に最強だみたいなやつはいないんですけど、他に限界突破した、作業効率を上げるやつとか、まあ、あとはね、ライドモンスターの適性あるやつとか、単純に面白いやつとかを見せたいと思っているので、まあ、よかったらね、皆さん、高評価、コメントで応援していただけると幸いです。まあ、俺の目的は、とりあえず今からライドモンスターなしで頑張って、自分の拠点があるはず場所に帰る。多分この辺にある。だるすぎる。本当にだるすぎるんですけど。いや、もしかしたら治ってるかもしんない。治ってる読み一回投げてみようかな。投げるだけだったらただ、パルスフィアを投げるだけならただなんですよ。でこういうやつらを弱らせて弱らせて、クリーナーに対して、おら、投げるはただ。捕まった瞬間ね、クラッシュします、ゲームが。来るぞ。はい。終わってるー、終わってるよー。いや、しかもこの切断になった場合、サーバー自体を全部再起動しないとなかなか入れなくて、今無限ロードバグみたいなのもあるんですよ。うん、それのせいでこれしてしまったら、だいたい2、30分はもう新しくゲーム始めれませんね。なんでね、ちょっと解決策を分かってる人いたら教えてください。ワンチャンデータ消さなくて済む可能性もある。誰か俺を救ってくれ。